はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、靴田亮でございます。スバルで働く会社員様、お手紙いただきました。ありがとうございます。知恵蔵様、山根様、ご支援ありがとうございました。長らく応援してくださる山根様、ありがたいですね、本当に。何度も何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。昨日ですね、腰抜けるほど巨額のご支援いただいた方から、税金の控除の書類、頂戴ってご連絡ありましたんですけれども、実は、日本改革党は政治団体ですので、税金の控除がありません。申し訳ありません。不甲斐なくて、国会議員や知事や市長は政治資金管理団体っていうのがありまして、こっちの方に寄付すると控除あります。誠に申し訳ありません。至らぬところであります。ですんで日本改革党にご支援いただいてもですね、国会議員に寄付するような控除が受けられないんですよ。誠に、申し訳ないんですけれども、あしからずご了承ください。引き続きメール党員様と地区支部長大募集であります。安倍総理国葬、9月27日武道館開催を正式に閣議決定。よく空いてたな。武道館とかなんか半年先までぎっしりなんか詰まってるイメージでしたけれども、権力犯罪を監視する実行委員会っていうとこが安倍総理国葬を阻止すべく東京地裁に予算差し止めを仮申請提出だそうであります。国葬に関する法律はなく法的根拠が曖昧な中、国会の議決を経ずに国葬を行うことは違法だだそうで、このゴミどもどっから湧いてきたんだろうなーっていう感じあります。あとですね、国葬弔意を強制するのは思想信条の自由に反する、憲法が補助した憲法違反だとも言ってるらしいであります。ネットの反応です。法的根拠あるよありますよもちろんありますよ。閣議決定していい、こういうのは、国が行う行事、国事行為ですね。つまり、あるよ法的根拠ないとか言ってっけど、それはね、言ってる人が無知妄昧なだけでね、疑惑も何もそうさら終わってるやろ。自分が行かなきゃいいだけだろ。国葬は外交活動だぞ。いつもの田中正道さんか、田中正道という有名人いるらしくて、左翼のしょっちゅうしょっちゅうこんなことばっかり言ってるのって、国民が選んだ政治家が作る内閣の決定だから無問題、つまり民意を反映していると。思想信条の自由はあまりにも無理筋と。そうだよね。安倍総理にへの弔意を強制してるわけじゃないからね。国葬やらないと逆に日本が恥をかく。これがダメなら沖縄知事の県民層もアウトだろう。そうだよね。評価が分かれる政治家がダメだっつったら、知能はないが行動力は大したもんだ。まあお仕事かもしれないですね。弔意強制は思想信条の自由に反するってことらしいけど、誰も強制してねえよ。自分が言わなきゃいいだけだろ。あとは朝日新聞にくだらねえ川柳でも書いて送ってればいいじゃね。支持が分かれる政治家だからダメーも無理筋ですよ。こいつら言い通りしたら世界中で政治家の国葬なくなっちゃうのね。鳩山や菅や野田が現役の時に暗殺されて国葬ってことになっても、こいつら何にも言わないでしょうね、多分。この土佐欲どもは、法的根拠がないって外国人生活法にも法的根拠なんか皆無だが、こっちには何にも言わない。予算差し止め仮処分を求めない。いいですね。そちらは最高裁でも認定ありますんで、外国人生活後に法的根拠皆無という最高裁が認定しております。C 和夫がこんなこと言ってました。国葬に反対する共産社民令和の支持者は、こいつらに投票した人らは国民ではないというのか、
国葬だからかっていうことなのかな。何も国民全員国葬に参加しろっつってねえよ。お前が行かなきゃいいだけだろう。それにね、ほぼ国民じゃねえだろ。日本人だとしてもよ、まっとうな純潔の日本人だとしてもよ、親戚だとしてもよ、出来が悪い親戚、狂った親戚、ご神道ぐらいまでの親戚が全員まともっていう一族は存在すんのかな。皆さんどうですか、いとことかはとことか、そのまた子供とか一人もおかしいのいないっていう一族いるのかな。一人ぐらいは感動されて音信不通とか行方不明とかになってたりしない。まああのあとはですね、すごい頭が悪くて言ってることがトンチンカンであるとか、あとはなんか電波が聞こえてお薬飲んでるとか、そういう人親戚でいるでしょう、遠い親戚では。まあそういう連中だと思っていいかもしれないですね。もしくは超個体、日本は一個の個体であると考えたらおかしくなった細胞、癌化した細胞とかね。安倍総理の主任があって代表付きのタックンが頼んでないのに防弾ベスト着て私の隣に立ってくれました。暑いのに申し訳なかったです。最終日ですね。選挙最終日。初めは私に着せようとしたんですけど、申し訳ないですけど暑くて倒れちゃうからっつって断ったんですよね。朝日新聞調査、今後社会の在り方を暴力で変えようとする動きが増えると思うか、59% だったそうであります。そうは思わない、増えるとは思わない、 39% だそうで、してみっとわからないとかどちらでもないって答えた人たったの 2% しかいなかったの。普通こういうんだとわからないどちらでもないが3割なんだけどな。これ数字いじってねえが、朝日新聞ネットの反応です。テロといえば左翼、左翼ほど暴力に訴えがち、これ真面目に左翼ほど凶暴、いろんなところで山上称賛してる連中はテロリスト予備軍だな、革命だのなんだの言ってるテロリストなんて所詮そんなもの、暴力革命を掲げる政党が議席を持っている異常さ、これ日本共産党のことですね。参院選で惨敗してから左翼は明らかに危険な方に向かってるよな。共産党は大丈夫です。共産党員が、我々は高齢化して武装闘争に耐えられないって言ってますから、真理党が惨敗して危険な方向に行ったからな。これオウムのことですね。自分がしょぼくて溜まった鬱憤を晴らすためにテロ、マジで害虫、模倣犯出るよな。朝日新聞も川柳で先導してるし、朝日新聞はそういうのを先導してきた会社だよ。参院選で惨敗してから左翼は明らかに危険な方に向かってるよなっていう、意見ありましたけど、日本第一党の桜井誠も参院選で私にすら負けて暴力革命を先導してました。あーはーはーはー、私にすら負けたっていうのは、あいつ全国から桜井誠って投票してもらえる比例だったにもかかわらず私の半分も票取れませんでした。私は東京だけの方しか、都民だけしか投票できない選挙区だった。あいつは全国から桜井誠って投票してもらえる可能だった投票がのに、私の半分しか取れてませんのでね。で、やけになったのかな、暴力革命。最近にはですね、皇室廃止とかも言ってるそうで、まあんま左翼だな。自分が怠け者で無能で貧乏で人間性が顔に出ているがゆえに醜くて人望なくて異性にもモテないことを社会のせいにする人種は古今東西必ず存在しますね。そういう傲慢なバカが左翼になるって定義しても良さげなんですけど、朝日新聞がそういうの焚きつけてきたのに恥知らずって強いっすね。安倍総理の死後も川柳で煽っちゃってさ、朝日には剣をと憎悪しかわがないっすね。国葬で各国要人が集合しますけど、その時の警備は世界最高レベルでお願いしますよ。何かあったら大変だ。日本の恥だ。銃での襲撃も想定してないとダメだぞ。日本の要人警護ってどれか銃による襲撃想定してねえのね。
刃物による襲撃は想定してるんですけどね。で、SP が手提げみたいなのを持ってるんですけど、あれ、板です。板に取ってついてるやつ。で、その板何を防ぐかっていうと、防刃、盾ですね。防刃板。刃物を防ぐやつ。で、銃弾は防ぐやつは持ってないと。山組の過去の投稿が発掘されてたんですけど、五輪反対、減る日本。人民のために日本政府が行動したことはない。皇族にも、日本にも救いがない。日本のすべてが消えてなくなるべき。石破は言うの。安倍は一家様。どうして？どこを見たら、石破茂が有能だって思えんの？あいつ、いつもいつも、なんとかであるべきとか、なんとかしなければならないとばっかり言ってて、具体的なこと何も言えねえじゃん。カオンナオとよくやった。明らかな土佐欲ですよね。あるいは、頭がおかしいか、あまりにもバカか。にちゃん、山上は寝とうよとか、一生懸命書き込んでるんですけど、こいつらも頭おかしいよな。ごもは、投稿数でお金もらえるから、内容はどうでもいいんだろうなーって思っております。おととい開催の、林木会談。これ日韓外相会談ね。林木会談。事後にあることないことを発表して手柄にする。韓国政府のいつもの手が失敗しておりました。韓国メディアは、日本の要求飲んだだけと批判。ネットも屈辱と投稿。レコードチャイナの記事なんですけどね。ネットの反応です。条約と合意守れって当たり前のこと言われただけだぞ。約束守れが要求なのか？約束守れが屈辱って。日本側も相手すんなよ。日韓双方不愉快な思いすんだから、もうやめろ。何も要求してないぞ。やるべきことやれって言っただけ。韓国政府が何とかすべきは、頭がおかしい自国民だぞ。韓国政府代々ね、長年にわたり、韓国民を洗脳してですね、頭がおかしくしたんですから、それやめるだけでも効果あるとは思いますけども、まあしゃあないね。反日が国税だから、反日が建国理念だから、しゃあないね。前政権とやってることは全く一緒で安心した。この方も日韓断交を望む方でしょう、多分。全く議論が成り立たないと。結局僕は寿司と天ぷら食って帰ったのかな、満足して。約束守れが屈辱と感じる腐敗した脳みそ。スポーツの日韓戦なんかでも、野球でもサッカーでも、勝っても負けても不愉快。不快。ギャー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 もうくたれやがってね。これはもう会談しないことが双方の利益ではないか。約束守るまで相手にしない安倍路線は岸田政権も堅持してますからね。ここでへたれたら一気に保守票を失いますからね。大体竹島を奪ってる新生敵国と会談する方がおかしいんだよな。断交してね、返さないと攻め込むっていうのが普通の国でしょう。それ言うためには9条廃止が必要なんですけど、そのせいで韓国にも9条の会あるんでしょうね。なんか知んねえけど、ソウルで9条を守れとかデモしてやがんの。頭おかしいよな、外国のことなのに。日本で言ったら、日本の銀座でね、アメリカは3ストライク法をやめろかいうようなデモをやる。3ストライク法って3回、2回前科で3度目逮捕されたら重罪っていう法律なんですけど、あいつら韓国政府の下部組織なんでしょうね、きっとね。竹島を離したくないっていうね。あと北朝鮮の応援もあんだろうな。北朝鮮の工作員、まあ日本で言うなら社民党みたいな、そういうところの応援もあんだろうな。9条を廃止したらね、もし日本が気軽にミサイルで嫌がらせできなくなりますしね。拉致被害者返さないと、平壌さらちにすっかんなこの野郎って言われることは絶対に避けたいしね。話は変わりますが、会見の方法にもいろんな意見が
存在しまして、スピード重視で9条をまるっと削除したらいいんじゃないかな、私は考えております。参院選でも公約で9条廃止を訴えさせていただきましたが、で日本国憲法は7条8条の次が10条9条まるっと廃止いいじゃなくてもでね、なんか法律変えないといけないな、影響でなんだったら変えりゃいいじゃん、そんなの。ついでにですね、諸国民の公正と審議を信頼しなんてたわごと書いてある全文もとりあえず削除でね、スピード重視で、新たに作ってもいいや、日本人のための日本人による日本の政治と、地方国政関係ない、ですね、国政はって書いてあったら地方は外国人参政権いいんだなんてへりくつこねやがるたわごとほざく左翼いますけど、憲法のあの国政はっていうのは我が国の政治はって意味だわな。そうでしょう。だから地方はいいんだ、地方は外国人参政権いいんだ、そんなのあのへりくつたわごとはとんねえぞ、私はそう思っております。引き続き支部長メール党員様大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。